です。2018年の12月4日、昼間の11時です。よろしくお願いします。コラボ枠です。コラボ上がりたい人は自由に、上がってください。どうも。狐枠&コラボ枠です。狐枠&コラボ枠です。よろしくお願いします。LINE?はい、若津いらっしゃい。コメントは、配信、コメント読み上げ。コラボ全然上がってこないね。誰も上がってこないね。何時までやってますか？放送？いや、気分だから。上がってこなかったらすぐ切るよ。あ、いいよ。上がっていいよ。何分後とか逆に。何分後って言ってもらった方がいいかな。音大丈夫だよね。音聞こえるよね。聞こえる？40分後かちょっと分かんないな 40分後だったらやってるかどうか分かんない もしやってなかったらまた次の機会に上がってきて、次の機会に上がってきて、
Yeah. お菓子取ってこようかな。愛はどっち？お菓子取ってくるわ。トランプモデルならワドーでも勝てそう。何がいい？どこでエントリーしたらいい？俺ジョーカーでエントリーしたんだけど。これはなんで俺だと勝てそうなの？どういう仕組みなんだろう。俺ができるのはエース、キング、クイーン、ジャック、ジョーカーだったの。で、ジョーカーでいったかな。ジャックでいこうかな。ジョーカー、無理かな。ジャックとか微妙なところにしとく。ジャックとか微妙なところにする。ジャックだったらエントリー少なそうじゃない？ジョーカー確かに一番多いね。今4人参加してるね。みんなジョーカーになりたいんだ。ジャックに変える？変更する？俺的にはエースがいいけどな。ジョーカーだよね。おすすめの漫画特にないかな。足立満のタッチ読んで感動してるぐらいかな。すげえ、やっぱ足立満すげえいいなとか思って。いいよ。タッチ、タッチ。なんかトランプ作るらしいね。トランプイベントが始まるらしい。俺の立ち位置は完全ジョーカーだよね。あ、ジョーカーのエントリーすげえ多いね。ジョーカー2枚しかないから難しいんじゃないの？参加する。書き分けが微妙。厳しいか。全然コラボ上がってこないね。これうまいよ。セブンイレブンのサクサクコーン。とんがりコーンみたいな。とんがりコーンとコーンポタージュのいいとこ取りみたいなスナック。
まい。まあ、みんな一緒の顔だよね。髪染めないとね。いいね、ありがとう。アイテムありがとう。エースが本当はいいけど、多分ジャックが一番人気がなそうだよね。痩せたかな？俺人から騙したお金生活してないよ。花火ファンタで100万使った。すげえ。100万。花火1000発。やば。この人数増やしたくて増やしたわけじゃないもん。普通の数字はね、入れない。要は、コミュニティ人数が多いと、無差別級っていうところだから。オーメントありがとう。入ってくださいって、何入ってる？主語がないとわかんないよ。誰が、どういうタイミング、何入ってくださいって言ってた。何？わ かんない。はい、こんにちは。田中さんわかんないですね。いや、誰も騙してないですね。ああ、たまに来ますよ、田中さん。嘘、俺に下ろしてくれん。え、俺に花火投げてくれんの？マジで。ありがとう。底辺人生だから歩みたくない。あ、そうなんだ。歩めないと思うよ。裁判で有罪になると弁済。それはね、民事ってやつだね。それは民事訴訟。裁判は刑務所に何年入れるかとかそういう感じ。今おすすめ欄見てよ。知ってる配信者ワドさんサプリしかいない。ああ。最近新人が上がってきたよね。ありがとう。いいね、ありがとう。おはようございます。ハートありがとう。おはようございます。ハートありがとう。サンキュー。いや、同じ目線って別に立つ必要ないでしょ。同じ目線に立つ必要全然ないよ。その人は配信者じゃないよ。弁済はだから民事。まあ刑事事件で、負けたら民事は100%勝てるだろうね。
ほぼ来ないね。で、ふわっち年末収入とかありえないでしょ。1ヶ月で5000万ぐらい運営稼いでんだもん。潰さないよ。ん？これ？サクサクコーン。セブンイレブンサクサク風味コーン。捨て頃で僕マー君でやってほしい。勝負にならないと思うよ。勝負にならないと思う。誰対戦したい？いや、誰でもやるよ。誰でもやる。なんか、とんがりコーンみたいな感じ。会社で5000万売り上げ、5000万の収入があるの多いんじゃないの？まい。知り合いや相手が言ってることが理解できないのはどんな病気かわかりますか？いや、知的障害とかじゃないの。ありがとうございます。いや、俺、プロデューサーじゃないか、わかんない、他の人のブッキングは。弁護士さんに聞いて。いつも潜って見てます。ありがとうございます。抽選ありがとう。どこにエントリーしようかなって今話してたところ。何がいいかな。一応、ジョーカーで入れたけど。どうしようかね。T シャツまた作ろうね。ありがとうございます。ホームページない。25号うぜえな。ブロックで、別に喧嘩してないよ。全然。風船ありがとう。緊張します。豊明？豊明ってどこっすか？狐でブロックやめてくれない？
なんで？ワンク、小幅申請した？来てないよ。来てないよ。相手もわかるよ。調べたらわかる。俺が確認しなければわかんない。まあ、確認しないでって言って投げればいいんだ。コラボ申請、みや見てるよ。来てないよ。リクエストありませんって来てる。これはね、うま塩味。あ、来た。こんにちは。もしもし。音が来ないな。中田？もしもーし。俺の声聞こえてる？みんな。俺の声聞こえてる？俺の声も聞こえてないの？これ。声聞こえてます？俺の声は聞こえてる？何喋らないんですか？もしもーし。どういうコラボこれ。相手無言だよね。どういうことこれ。俺、何？どういじればいいのこれ。どういじればいいの。どういうこと？ どういうこと？よくわかんねえな。景色を見せたいのかな。私のことを特定しろって意味なのかな。いや、無言でビル群映されてもちょっとわかんないよ、俺。試されてんの？大喜利？え、終わり？終わり？何なの？怖えわ、和道リスナー、こういうところあるからな。東京かな？船橋、あ、ぽいな。船橋っぽいな。千葉っぽいね。わかる。いいね、ありがとう。いや、あんなん、か、なに、か、勝ちとか負けとかあんの？ 喧嘩突だったの？今の。いや、なんやねんだよな、ほんと。いや、こんなんばっかりだ、あんな。アンチなのかな？まあ、YouTube には残るよ。なんなんだよ。全然意味わかんないよ。いや、アンチとか、囲いとかじゃなくて、俺がじゃあ今のリスナーのジャンルを発表します。不思議ですね。不思議。今のは不思議やっていきましょう。何だったんだろう、今の。リスナーさんですね。みゆき奥様。お前のどこが監督？あ、コラボ上がってください。徹底的に話し合いましょう。いや、不思議リスナーいいよ、もう。全然、アンチコメント書いてる人は、全然、リアルにアンチコメントね。風景見せられてもいじりようがないよ。どうすか。
参ったね。よくわかんねえな。さっきの花火動画、ああ、全然見れるけど。でもテストだよ、あれ。風船ありがとう。癒しタイムだったの。何だったんだろうね。いや、普通になんか風景だったけどな。誰も上がんないね。誰からもリクエスト来てないね、今のところ。やむわーっつって いや、全然誰でもいいっすよ。誰でも OK っすよ。どこが癒されるんだよっつって どこが癒されるんだよっつって リスナーでも全然いいよ。全然いいよ。全然 OK。おはよう、52号さん。大阪は全然行きたいけどね。金がない。ヤンデレラちゃん全然いいよ、コラボ。質問だけでもいいよ。いや、動画撮影の勉強は4時からだね。4時じゃない、2時から。ツンデリオもいるの。ヤンデレラとツンデリオもいるの。大阪行くのに新幹線いくらだろう。いくらぐらいで行けんの？大阪新幹線。どれくらいなの？往復3万ぐらい。調べてみるか。新宿から、大阪駅。いくらぐらいで行けんだろう。3時間かかんのか、遠いな。ああ、1万4千円だって。1万5千円。往復3万だね。往復3万。ちょうど3万ぐらいだね。3万だね。ちょっと遠いね。滞在費、まあ、1万ぐらいか。滞在費もいるから。ね、大阪来るのに5万ポーンって振り込んでくれる人いたらいいけどね。そしたら2日3日行けるからね。全然5万ポーンと振り込んでくれる人いたら行きますよ。余裕で行きますよ。今月東京行く予定。あ、そうなんですか。いや、来てって言われたからさ。映画作っても元は取れないっすよ。回収はできないっす。単館上映で回収したら結構、やばいよね。歌うまも捨てごろ。ああ、歌うま、全然僕、出場するんで。窓監督と一日一緒にいる場合、ああ、
大体っすか。あ、DM ください。DM か LINE ください。何人か囲いがいるじゃないか。そいつらにもらえば。チャリンコで大阪行く時間ないな。ちょっと忙しいから。歌まだ決めてないっすね。歌まだ何も決めてない。申請来たな。ちょっと待ってね。ん？あれ、声聞こえないっすね。なんで声聞こえないんだろう、今日。声聞こえる？みんな。声聞こえないっすね。え、なんで俺声聞こえないんだろう。俺だけ？みんな聞こえてる？相手の声聞こえないよね。また声なしパターンかな。聞こえないよね。なんなん？本当に。イヤホンしてるしてる。なんなんだろうね。聞こえないよね。声なし凸が多いね、今日は。なんなんだろう。ユキチと決めセクしたんだ。DM しました。了解です。ユキチさんね、美人だからね。ゆきちゃん美人だよね。ゆきちゃんでももう子供いるからね。声を出さない。俺の声は聞こえてんでしょ？俺の声聞こえてんでしょ？いや、全然誰でも上がっていいっすよ。誰でも上がっていいっすよ。え、太ってるか？いや、それ妊娠したからでしょ。お金好きですね。ね、相手の声聞こえないよね。へえ、これこれとも付き合ってたんだ。マジだ。すげえな。なんだこれ。サイバー警察に通報しまくったからな。え？パルパルは大手なのか。アイワード2、ニンニーいらっしゃい。最近ね、やらなくなったよね。ゆきちちゃんね。おはよう。70号さん、おはよコラボ全然上がっていいっすよ。全然上がっていいでしょ。稼げてんの？いや、まあ、生活できるぐらいはアイテムいただいてます。細々とやってますね。いや、全然普通に、緊張しなくて全然いいっすよ。ただの人間、ただの人なんで。ただのおっさんですね。
アンコロかわいい。ああ、美人だね。アンコロは美人だね。あ、ごめんなさい。仕事以外の、ちょっと、DM とか LINE とか返信しないっすね。風船ありがとうございます。何してるんですか？コラボワークっすね。コーラない、ウーロン茶。大金掴んだら和道に還元した。ああ、ありがとうございます。いや、緊張しないでしょ。同じ人間なんだから。ニートですよ、ニート。ラジンって乗り打ち？いやー、しないっすね。カラーリング手入れしてないっすよ。もう放置してますね。色だいぶ抜けちゃって。オレンジ色みたいになっちゃったね。ああ、隣がね、業者なんですよ。隣が業者ですね。いや別に配信者と喋るのになんで緊張すんの？全然、別に配信者もリスナーも一般人でしょ。コラボどうやって上がるんですか？コラボボタンない？なんか、人のマークでプラスって書いてあるの押せば上がれるよ。フグちゃんいい人だね。まあ、戸建てみたいな作りだね、ここは。マンションではない、アパート。コラボ全然 OK ですよ。あ、インストールしたらダメだね。配信用のアプリをインストールしないとね。千葉スタイルから来ました。いや別に開放でも上がっていいよ、全然。誰でも上がって大丈夫っすよ。そうだね。黒にしようと思って、もう染めるのは買ってきてるんだけど、まだ染めてないんだよね。いっちゃん多分亡くなったと思うよ。だってもう4年間か5年間ぐらい俺の放送を見てくれてたから。で、毎日のように来てたからね。確実に亡くなってるでしょ。放送もやんなくなったし。いっちゃんが引退するとは俺は思えないね。リスナーさんからは亡くなったよって聞いたけど。ロハコさんの幽霊見えてんの？いや、コラボはスマホでできるよ。スマホでできる。そうだよ。人間、永遠に生きられないもん。動物なんだから。ここにいるみんなもいつかお迎えが来るんだよ。だから一生懸命みんな生きてるんだよ。ロアコさん、和道の横でアンパン食ってる。いや、でもね、ロアコさんね、なんかね、死んだ感じがね、しないんだよね。だから、守護霊になった可能性、否めないね。ロアコさん、コラボ上がったら怖いよね。和道さん、つって。あ、コラボ来た。誰だろう。おはようございます。え、すでに承認拒否？おはようございます。おはようございます。どうも。今いけそうですね。あれ？あ、いけますかね。あ、大丈夫ですよ。ちょっと若干緊張してるんで、ちょっともし、もたついたとき、ちょっと、そこだけちょっと、
理解いただきたいんですけど、はい、はい、なんかちょうど僕が今日昨日鮫島さんの枠で、はい、まあ普通にまあコメントしてた際に、和道さんがなんか、なんていうんですか、僕が昆虫だからもうかかっちゃダメだというふうになんか言ってるみたいな、こう言われて、まあもともとそういうふうな風に世間からね、僕は思われてるのは全然把握してるし、和道さんに一回その生ポの件で相談させてもらったことあると思うんですね。その時に軽く、まあ、そういうような話も触れたことがあったので、まあまあその多少なりともそういうふうなこう大きく話が出回ることはあったにせよ、まあその和道さんがそういう自ら率先して何て言うんですか、関わってもダメだみたいな風な話に僕言うとは思えなくて、はい、でむしろその和道さんが映画の制作スタッフを募集してるとかっていうのを聞いて、もし自分なんかでもなんかね役に立つならそういうの参加したいなみたいなことをちょっと枠で言ってたぐらい、僕認識が全然違ったもので、一応その、まあ、このちょうどコラボ待ちになってたんで、ちょっとこの機会に、はい、あ、そのそうなんです、そうなんです、はい、あ、はい、たしやぎさん覚えてないかもしれないんですけど、はい、前に一回コラボしたじゃないですか、はい、でその時に自らポンチューだって言ったんですよ僕に。あ、そうです、はい、はい、ポンチューなんですよね、はい、そうですよね、 LSD とかシャブとかすごいお好きだってご自身で言われたわけじゃないですか。そうですね、あの時の、はい、話の流れで、はい、いや配信の流れとかじゃないですよ、自らいきなりカミングアウトされたんですよ、確かに。あ、そうそう、それはその時の話の流れで、はい、まあその何て言うんですか、はい、そう相談させてもらう中で、とりあえず、はい、もうちょっとそっちをね、こう抗ってもっていうことで一回そのまま話させてもらったんですよ。はい、はい、シャブとかはやってないってことなんですかっていうことは。そうですね、はい、ああ、いやなんか、はい、うん、うん、あ、どうぞどうぞ。いやだからちょうどその前の女リスナーとかいたと思うんですけど、そうです、いきなり和道さんに LINE してきて、この人はなんかその本当は悪い人じゃないんですみたいな、なんか愛ちゃんっていう女リスナー来たと思うんですけど、あ、わかんないですね、ごめんなさい、覚えてないですね、はい、はいはい、なんで、まあ、その人がなんかああだこうだ言ってたんで、話そのまま広げた方が話の伝達が早いなと思って、僕は全部話を大きくさせてもらったんですよ、あの時。ああ、じゃあ別に、はい、お薬とかやってるわけじゃないですね。はい、そうです、そうです。あ、なるほど、なるほど。わかりました。はい、それで、まあ、一応自分が和道さんにそういう話をした経緯もあることと、自分がその、はい、以前職務質問で結構ちょっと炎上してた時があったんで、はい、和道さんがそういうタイトルで僕取ってはるのは知ってはったんですけど、はい、全然中身普通の話自分の配信してはったんで、はい、なんていうんですか、まあ和道さんなりに僕のそのバーってこう騒がれてた途中だったんで、こう話をこうより広げる意味で枠を取っただけで、実際は僕が見た時普通の話してはったんで、はい、はい、だからいや、はい、僕いや本人がしゃぶ中だっておっしゃってたんで、はい、いやそうなのかなと思って。はい、本人が言ってたしだけです、ね、ありだろうということで、はい、そういう態度を取り張っただけで、はい、実際、はい、見た感じ叩いてる様子一緒でもなかったんで、ああ別に、はい、はい、全くなかったんでね、はい、そんな、はい、はい、だからまあ、はい、てっきりちょっと鮫島さんが軽く味付けしはったのか、はい、なのかなぐらいの感じで思ってて、それでちょうど今日コラボをタイミングよくやってはったんで、はい、ちょっと聞いてみようかなと思ったんですよ。なるほど、はい、はい、そうなんです。あとスタッフの件も一緒に、はい、あ、スタッフやりたい感じなんですか。ちょっと興味ありまして、その経験が全くないもので、あ、全然経験なくても全然大丈夫ですけど、はい、でもギャラとか出ないですよ。あ、もう全然、はい、一緒に活動もさせてもらうならそれはもう勉強で全然、
ギャラみたいなもんだと思うんだよね。ぜひぜひ、はい、はい、全然全然、はい、ぜひよろしくお願いします。はいはいはい、そうなんです。はい、じゃあどうすればいいですかね。LINE 交換とかしますか。あ、はい、よろしければ、はい、ぜひぜひ。あ、じゃあなんかツイッターに DM 送っておいてもらえれば。はい、わかりました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、すいません、よろしくお願いします。はい、はい、わかりました。はい、はい、失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お邪魔しました。お願いします。シャブはやってないみたいだね。うん、うん、あ、全然全然、誰からの凸も受けますよ。誰からの凸も、はい。風船ありがとうございます。うん、いやいやいや、初めましての時に、いや僕シャブ中ですって言ってたから、あ、そうなんだと思って、うん、DM でよかっただよと。そういうこと言わないの、うん、泥棒癖があんの。あ、そうなの。バカありがとう。バカありがとう、うん。まあ、もし何か質問があったり、悩み相談があったりしたら、今はやってないんだ。普通にやってる。わかんないよ。いや、本人がやってるって言ったから、あ、そうなんだと思って。なんか質問があったり、ご意見があったり、俺は泥棒なんかしたことないよ。うん、いい声落ち着く。ありがとうございます。うん、よう言ってたよ、この前。うん、うん、ありがとうございます。もしよかったらフォローしてください。あんまり来ないね、コラボね。うん。いや、かっこよくならないでしょ、別に。いや、のりことはめたいっていうコメントやめてください。生々しいんで。ワドさんの枠めちゃくちゃ久しぶりに来た。 ありがとうございます。風船ありがとう。出し上げと部屋に入れるとまずなくなるのが小銭っつって。あ、何、窃盗癖があるの。あ、そうなんだ。ちょっと手癖が悪い感じなんだ。はい、こんにちは。変な人なの、あの人は。和道と付き合ってるうちは手出さないけど、別れたら付き合ってもいいかな、のりこと。のりこと付き合うって、のんちゃんは俺以外の人と多分付き合わないと思うよ。え、これ、盗まれるの、これ。嫌なんだけど。やめて。俺の全財産と。うん。磯6さん、ああ、まあ、運転中はやめた方がいいね。うん。竹中直人はすごいよね。癖が強いけど、ハマった時の竹中直人、四股踏んじゃったとかすげえハマってたもんね。シャルウィーダンスとか。文鳥ですね。はい。文鳥ですね。風船ありがとう。風船ありがとう。のりこと付き合いたいって言っても。竹中の天才だよね。たしやぎさんでもイケメンだよね。すごいね。顔めちゃめちゃ整ってるよね。和道さん直振り募集中。あ、全然、なんだろう、アマゾンギフトとか、届けてくれる人いますね。和道と付き合いたい。どうせ男だろ？シャルウィダンスの前の四股踏んじゃったもいいよ。
四股踏んじゃったが俺竹中直人一番好きだな。顔すごい整ってるよ、たしやぎさんは。すげえな、数年で150万。やば。現金は受け取ってないっすね。うん。ていうか、現金を振り込むっていう人がいない。そもそも、現金を振り込みたいっていう人が今、皆無。うん。あー、23号さんありがとう。四股踏んじゃってやばいよね。うん、石野の映画はね、石野がホームレスじゃなくなっちゃったからやめた。四股踏んじゃった名作だよ。もっくん、めちゃくちゃいい映画だよ。絶対見た方がいい。あの、シャルビーダンスの監督でしょ。バカありがとう。麻藤さんに抱かれたい。でもおっさんなんでしょう。バカありがとう。アイテムありがとう。漫画あるんだ、シャルビーダンス。あ、ごめんなさい。マック大丈夫です。ありがとう。お気持ちだけいただきます。ありがとうございます。うん、そうだね。うん、いや、四股踏んじゃった。すげえ面白いよ。シャルビーダンスが好きな人は絶対面白いって言うと思う。うん、相撲の話だね。大学の相撲の話。あれ、いい映画だったな。好きだったな。ステゴロ3、はい、出ます。ステゴロ応援してたもん。あ、ありがとうございます。ステゴロ3も頑張ります。もっくんね。僕33ですね。キツネ枠はバレないっすよ、誰だか。ステゴの対戦相手はまだ決まってないですね。本当は決まってるんですけど、決まってない設定です。本当は決まってるんだけど、知らない設定です。察してください。はい、いやいや、もう本当、知らないですね。まだ決まってないと思います。いやいや、もう本当にノーコメントで、うん、ノーコメントです。達彦をセコンドにする？いよいよ全然決まってないですよ、ステゴロ。あのセコンドは、うん、僕小説読まないですね、全然。お前のことどうしても好きになれ。嫌いでいいよ、嫌いでいいよ、全然、うん。無理して好きになってくれとか言わないよ。うん、捨て頃解禁賞は3人いますね。みやびさんと俺とひかるくんですね。いやー、今回は結構悩んだね、本当に。ワン、ツーはパッて即決めしたけど、1ヶ月ぐらい悩んだね。あー、次、吉原さん読んでないですね。かませ犬の使い方意味わかってないね、117号さん。日本語間違えてるね。かませ犬調べた方がいいよ、意味を。応援よろしくお願いします。泣いてないですよ、僕。すげえ吉原さん。あ、タイトルは、あ、コラボ上がっていいですよ、全然。うん。
二次式読んでないですね。風船5個ありがとう。風船、あ、いいね。20個ありがとう。辰彦、射程じゃないよ、全然。いやいや、そう、射程なんかいないよ。ヤクザじゃないんだから。捨て頃出るんか。はい、決めました。はい。出るっていう。超短編なんだ。映画にもなってるよね。見てみるよ、ネジ式。刀剣で訓練のために若い犬が噛みつく相手になる犬。試合から引退した老犬などが使われる。転じた格闘技なので引き立て役として立て転させる。そうそうそう。力也さんの情報知らないですね。全然わかんないです。僕は復活してほしいですね。暗黒に突入した時以来かな。だからまあ知ってると思いますね。俺 AD じゃないもん。監督だもん。いいね、ありがとう、23号さん。そうっすね、悩んでましたね。ロッキーはカマセイヌだよね、完全に。ロッキーの最初はカマセイヌだよね、設定的に。だから感動するんだ、あの話は。AD はやったことあるよ。そう。監督はコテハンです。ワド監督っていうコテハン。だから映画が撮り終わったら、ワド監督監督作品になります。ワド監督監督作品の監督ですね、僕は。いや、そうなるでしょう。だから水道橋博士と同じノリですね。水道橋博士と同じノリで、ワド監督監督作品ですよ。え、のんちゃんグローブ作ってないよ。のんちゃんの手作りグローブってなんですか？高橋名人と、そう、一緒一緒。そういうことです。そういうことです。なぜかコラボ、あ、来た。ごめんね。来てる。コラボ来てる。ごめんごめん。気づかなかった。すいません。お疲れ様です。あれ？何？あ、お疲れ様です。お疲れ様です。どうもどうも。ちょっとフェイスリグを使って最近いろいろのやってるんですけど、ちょっなんとですか、挨フェイ拶スに来リまグ。した。どうもどうも。なんか、顔を認識して、顔の動きに合わせてはい動いてはいくれはい。るっていう、まばたきすとか。ごい。とりあえず初めこれ画像で作ったんですけど、はい。和道さんの枠で、これ例えばはい。他の配信者のこう顔とかが出たらまずいですか、やっぱり。いや、まずいかどうかわかんないっすね。大丈夫ですよね、多分え、ね。いや、和道いや、さんが問題ないはのは、多分い。バンになるとかだったら僕なんで。多分そうだと思います。だから、出してもいいんであれば出そうかなと。僕は全然構わちょ、ないでいすけろいろど。作ってみたんですけど。VTuber と同じ原理っすよそうね、そうこれそう、そう、は。VTuber みたいな感じですね。まずこれね、これ初期作品ですすね、これ。げえ。すしげえ。ゃべるジェダイっていう。おお。こうやって動くっていうね。すごいっすね。へえ、そう写なんで真す画よ。像が動く。ええ、すごいすそう、ごいこすれごい。写真からこう、だから僕がこれ右行ったり左行ったら動くっていう。ええ。ええ、すごい。っていうのをね、ちょっと作ってみてるんですよ。ちょっと、はい。いや。他のバリエーションもあるんですか？ありますよ。お。これ2人目ですね。これ二人目。2人目。はい、いきます。ああ、もう、これですね。かわいいなぁ、本当に。すごいまあなね。ぁ。
ちょっとこの技術、ちょっとやってみようかなはと思って。い。ほう、目がちょっと、ちょっとこ目がちれね、ょっとなんか、ちすょっごといな。これ2人目ですね。ちょっと自へ信作が1個あえ。るんはい。ですけど、はい。これか。これ非常にすごい自信があるんですけど、本人と見分けつかないんじゃないかなっいや、ていこう。れ本人じゃないですか。これこ本れ人じゃはないですか。自信これ作チでンすパね。ンジーですよね。これチンパンジー。これ上野動物眉園のチン毛も、パンジー。ここのはい。辺りからね、ちょっと眉毛を動かせるようになってきたんですよ。はい。はい。動物もいけるんだ。動物もいすけごまいすな。ね。結構割と。へえ。こああ、人れ、間みたいな動きするんですね。すごいな。そうですね。チンパンジーもいけるんだ。そうですあ、ね。ユイガさんだ。あ、ユイガさんじゃん。あ、気づかなかった。なるほど。すごいな、これ。そうなんです腹よ。立つな。腹立つな、こいつ。こいつ腹立つな。そうですね。いろいろ、いや、他にもやなんれかること腹、は多いんですけど。おお、大丈夫っすか？大丈夫っすか？誰っすか？これ。大丈夫っすか？大今丈夫の。です。今、今、なんか変、もとはい。もと入ってるアバターみたいなんです。ああ、大丈夫っお、すか？今。ね、あ、いいこう感いうじこのとコもラできボ。る。ああ、仲良し。めっ仲ちゃ良仲し良じゃしっないですていうか。ね。すごい、すごい、すこごい。んこなれ、感夢じののコラボですよ。夢 夢やっぱのそうなり仲ます良よね。し。わ、すごい。これはすごい。めっちゃ仲いいですよ、これ。仲良しですね。すごいな、これ。こういうのとこれかすごね、いですこういうね。ふうな、はな、伝いはい。説の写コ真、ラボみたいな。伝説ですね。伝説でというすね、か、これは。写真から作ってますね、これ。ほう。静止画でこんなに動くんだ。そうですね。すげえな。え、これはなんか結構難しいシステムなんですか？作るのはちょっと面倒くさいです。ライブ 2D エディターっていうので、例えば、なんていうんですかね、目の閉じた時とか開いた時とかっていうのを一個一個設定していくんですよ。ああ、なるほど、なるほど。で、口眉毛が、の位置とか。眉毛の位置とかね。あは。じ眉毛ゃあ、が多ちょっと、少、いじれないとダメなんですね。パソコそうン詳ですしね。くないと。多少できると思います。多少で。これでも、あれじゃないですか。声真似したらめちゃめちゃ面白いことになるじゃないです僕か。声真似できないんであれなんですけど、フェイスリグがあったらこれ僕データ渡したらできますよ。なるほど、なるほど。すごい。いフェイや、スこリのグ絵あっはたらすごいね。な。すごいな。腹立つな。腹立つな、こいつら。いや、スクショ管理 いい仲良しだな。この2人はなんかフリー素材みたいなもんなのかなと思って。まあまあ、フリーですね。フリー素材全然もう、肖像権ないですからね、この2人は。ちょっとね、こんな感じで最近遊んでます。いいですね、これは。なかなか作るの割と楽しいです。しか合わせて動かしたらいいですか。あ、でも最近すごいっすよ。VTuber みたいなのあるじゃないですか。あれの配信アプリあんの知ってます？わかんないっす。もうスマホで VTuber だけの配信サイトできてるんですよ。そうなんですね。そうなんです。アバ僕ターも、自分ででも、選んで。スマホじゃダメですね。パソコンだったら僕、そこそこ参加できますね。あ、違いますよ。スマホで勝手に連動してくれるんです勝よ。手に連動してくれるんですか。でも、そうやったら犬のやつ有名ですよね、あれね。喋る犬みたいなやあ、つ。いや、なんかね、あれじゃなくて、あれじゃなもっいでとす。日本のアニメっぽい感じの、可な愛るらほどしいね。女の子の、なんかグーグルに、広告出てました。いいですね。
まあちょっとそんな感じで、ちょっとネタ披露に来ました。了解です。挨拶が。磯六さん配信者なんで、皆さん、はい、このコラボを見たい人はぜひフォローしてください。まあ続々新しいの追加していきますんでね。はい。僕も全然使っていいんで、写真。あ、いいですか。Twitter とかから引っ張ってください。はい。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと今は亡きロハコさんとのコラボを実現させて。ああ、ぜひ、ぜひぜひ。ぜひぜひ、はい、お願いします。ではありがとうございました。はい、失礼します。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。なんだ、すごいね、磯六さん。磯六さんすごいね。なんか面白いね。いや、ゆいがさんとちゃんまんはずるいよね。ずるいよね。面白いもんね。音声ネタ集めて一緒に使えばいろいろできそうね。音の SE。うなちゃんマンのさ、サイトあんの知ってる？すっげえ面白いサイトあんの知ってる？うな。このサイト超おすすめだからみんなに紹介するわ。見てね。いくよ。ここにあるでしょう。ちょっと待ってね。これ、ここのサイトを、うなちゃんマン SE 集っていうサイトをクリックすると、ちょっと待ってね。これも超おすすめだから。ここに、いろんな文字が入ってるでしょ？で、これ、ボタンを押すと。あれ、音出ない。あれ、なんで？あ、そうですか？いいでしょ？そう。ほら。あ。すごいでしょ？もう、いっぱいあんの。好きなボタンを押せばいい。このサイズすごくない？うん、いつでもうな。あれ？なんだろう。あれ？音、今日調子悪いね。なんか音が出ないね。うん。あれ？音が出ない。なんだろう。なんか重たいな。なんだろう。いっぱいあるから。これ使えばいいんだよ。磯六さん。すごいよね。家の中でお願い。全部ダミ声 SE 集。すごいよね。あれ。ぶちのめしてやったらやだてめえ。うるせえな。あれ、なんか今日調子悪いな。なんでだろう。なんか調子悪いな。こういうサイトある。うな SE で検索しとらん。うな SE で。あ。うん。あ、そう。ラブ佐野なの。ラブ佐野なの。いいでしょ。ラブ佐野なの。もう響くんだよね。あれは絶対必要。俺れれれれ。いや、何じゃなくて。いや、やめてくれよ。いや、言って。いや、なんだこの野郎。いや、なんだこの野郎。あ、そうですか。あんたたち行くわよ。いいわね。でも気持ちよかったな。うるせえんだよ、この野郎。うん、すごいでしょ。いっぱい音源あるから。うなの音源いっぱいあるから、こう、このサイトおすすめですよ。うな SE 集。面白そう。皆さんぜひ活用してください。これ携帯でできたら最高なんだけどね。携帯アプリが欲しいよね、これの。携帯アプリが欲しい。あれ、なんかおかしいな。なんか最近、あれ、またカメラ変わってる。なんだろう。なんかね、最近、うるせえよ。勝手に起動すんなよ。あれ、なんだ？カメラ勝手に変わるんだよな。もう壊れてんな、これ。うるさいよ、うるせえよ、うるせえよ。勝手に喋んな。ボタン押してねえわ。うん、ボタン押してねえわ。うん、なんか暴走したね。会話成り立つぐらいの文字量はあったね。全然会話成り立つね。じゃあそろそろ終わりにしようかな。いませんか？とつかけたい人。もういない？
もしいたら最後に上がってください。いたら。もういないっすか？大丈夫っすか？そろそろ俺移動するよ。なんだっけ。映像を教わりに行くから。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。ぜひフォローしてください。お疲れ様です。落語がすごい。